皆さんこんばんは。3日間本当に大変お疲れ様でした。でも戦いはこれからなんです。諦めてなんかいられません。疲れてなんかもいられません。これから私たちは怒りの炎をさらにさらに燃やしていかなければならない。今日も頑張りましょう。それではまず最初に、怒りのコールを上げていきましょう。福重さんよろしくお願いします。ではもう皆さん大きな声を上げていきましょう。Thank you.
今国会議員の皆さんが、来られています、発言をお願いしたいと思います、民主党幹事長代理参議院議員福山哲郎さん、よろしくお願いします。皆さんお疲れ様でございます。ただいまご紹介をいただきました民主党で幹事長代理をやっております参議院の福山哲郎と申します。この安全保障法案を何としても廃案に追い込むと多くの皆さんがお一人お一人のお気持ちの中で連日連日多くの皆さんにお集まりをいただいていること、まず心から感謝を申し上げます。本当にありがとうございます。この国会前だけではありません。皆さんご案内の通り日本全国で本当に各地で多くの皆さんがお集まりをいただいています。しかし自分たちの生活周り、自分たちの毎日の仕事の中で集会には来れないけれどもツイッターやフェイスブックや LINE 上でおかしいと声を上げている方が日に日に増えています。これはまさに昨日おとといと強行採決という暴挙をやり国民の皆さんの怒りがふつふつと大きく盛り上がっているその証拠だというふうに思います。皆さんマスコミでは成立の公算が強いとか衆議院で通ったからとかいう報道がなされます。なんで私が今日ここへ来たか、私は参議院議員だからです。これから参議院でまたもや特別委員会が始まります。皆さんこの特別委員会は衆議院でやりたくてもやれなかった強行で採決をされ国民の皆さんの声とそして憲法の違憲性、法的な安定、政権安定を損なうこの法案を問題点を浮き彫りし、何よりも安倍政権の姿勢、安倍政治そのものをしっかりと指摘をするその真偽を打ち切られた衆議院側の思いを受け止めて、何としてもこの3人の審議で廃案に向けて国民の皆さんの気持ちをもっと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 高めていただくように頑張ることをまずお誓い申し上げます。皆さん、あの60年安保も衆議院で採決をされた後、強行された後、国民の怒りの声が盛り上がりました。そして結果として内閣は退陣に追い込まれることになりました。皆さん、これからが戦いです。どん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 おかしいという声を盛り上げていただいて、まさにこれは民主主義との戦いなんです。我々が70年間しっかりと先輩方の力を持って積み上げていった日本のこの社会を、民主主義の社会を何としても守り通すんだという戦いを皆さんと共に進めていきたいというふうに思います。そしてその結果が廃案を求めることですし、昨日あの強行採決の後に新国立競技場の見直しというニュースが飛び込んできました。そして今日その見直しをするという総理の話がありました。国民をバカにするのもいい加減にしよう。新国立競技場を見直せば国民のこの安保を防いだすり怒りが収まると思っているのでしょうか。ましてや新国立競技場が見直せるなら、この安全保障法案、憲法違反の法案はまさに見直せるはずです。そうですよね、皆さん。どうかこの戦いはまだまだ熱い長い戦いになりますが、皆さんお一人の気持ちをずっと怒りを維持していただいて、お力添えをいただきますことをお願いし、我々も懸命に頑張ることをお誓い申し上げまして、私からのご挨拶にさせていただきます。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。
続きまして社会民主党幹事長参議院議員又市誠二さん、よろしくお願いします。与党の強行採決に抗議をし、そしてこの戦争法案の廃案を求めて、今日もまた国会をお集まりいただいた皆さん、党を代表して連帯のご挨拶を申し上げたいと思います。少なくとも日本国憲法9条は国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する宣言をいたしております。だから安倍さんの尊敬してやまないあの岸首相も、あるいはまたその後の田中内閣も中曽根内閣も小泉内閣も、この憲法のもとにおいては集団的自衛権行使は許されない、それをやるときは憲法を変えるしかない、こう言ってきたんです。ところが国民を欺いて、その解釈を勝手に今安倍内閣が変えて、これまで専守防衛に限定をしてきた自衛隊の活動を集団的自衛権行使を容認することを通じ、アメリカ軍などと一緒に世界の戦場に近づけていく、明らかに憲法違反であります。議論をすればするほど違反であることが明らかだし、いかにこの法案の矛盾があるかだんだんと見えてきました。だからさらに国民の声が高まることを恐れて、おとつい昨日と強行採決をやって、この後は暑い夏、国民もそのうちにやっぱり負けて我慢をするだろう、諦めるだろう、全く国民をバカにした話であります。断じて我々はそれに屈するわけにいきません。現にいろんな世論調査があります。毎日新聞、朝日新聞、そして NHK も今日また時事通信と共同通信が世論調査を発表しています。中身は見てません。しかし先に申し上げた3つは内閣支持率が支持率よりも下回った、こんな格好になってきたじゃありませんか。もっともっと落としましょうよ皆さん。国会内では残念ながら与党が多数です。そんな与党を選んでしまった、だとすればこの支持率を徹底的に落として彼の中に動揺させて、そして撤回に持っていく、このことを院内外こうしてやろうじゃありませんか。もう一つ、もしこの法案の成立を許したらどういうことになっていくか、つまりは敵対国アメリカと一緒に交戦国を作る、つまり相手の敵対国からは日本の米軍基地や、いや一緒に敵対するんだから日本を潰そうとなったら、福井県の13基の原発、新潟県の7基の原発、もしこれにミサイルを撃たれるとなったら日本はどうなるんですか。そういうことに対してまともに対応も考えない、アメリカのお助けをしましょう、中東まで出かけましょう、冗談じゃありませんよ皆さん。それだけじゃない、今も日本人が世界の非軍事人道支援 NGO やさまざまな人々が努力をしている、旅行者が、あるいはまた商社マンが敵対国の国民として手に合う、そういう危険性をどんどん高めるじゃありませんか。よくぞよくぞ安倍は国民の命と安全を守る自衛隊員をはじめ、こうした国民の命をないがしろにして、何が人の命を守るだの安全を守るですか。冗談じゃない、しっかりと専守防衛に徹して平和外交を積極的に展開をして、少なくとも韓国や中国や朝鮮ともどう平和外交をやるのか、ここにこそ力を注がなきゃならないんじゃないでしょうか。皆さん、暑い夏になってまいりますが、
どうか私たち野党も全力を挙げて結束をして頑張っていく。どうか院内外こうしてこの法案ぶっ潰すまで全力を挙げて頑張りましょう。決意を申し上げ連帯のご挨拶といたします。頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして日本共産党衆議院議員宮本徹さん、よろしくお願いします。国会参りお集まりの皆さん、連日の奮闘本当にご苦労様です。日本共産党衆議院議員の宮本徹でございます。ただこの1ヶ月半、安保法制の特別委員として何度も質疑をしてまいりました。一昨日、そして昨日の強行採決、悔しさと憤りでいっぱいになります。この法案このまま成立させるわけには絶対にまいりません。この法案の成立を拒む一番の力は何と言っても世論であります。先ほど福山さんからお話ありました。今日安倍首相は新国立競技場の白紙見直しを世論に押されて発表せざるを得なくなりました。安倍政権が一番恐れているのは世論であります。新国立競技場反対の世論は7割8割とありました。この戦争法案反対の世論を7割8割へと圧倒的な世論へと広げて、何としてもこの法案廃案へと追い込んでいこうではございませんか。私も今主義権が奪われてしまったので、連日街頭に立って演説をしてこの法案の危険性を訴えるところではございます。皆さん、さらにさらに大きな世論広げていこうでございませんか。衆議院の審議の中で100回以上も審議が中断するということが起こりました。例えばこんなことがありました。これまでの救援対応ではできないとされてきた戦闘現場に発進準備中の戦闘機への給油が今度の法案では自衛隊ができます。ある議員が岸田大臣に聞きました。 B 国の給油機が A 国の爆撃機に給油して、 A 国の爆撃機が日本を爆撃したら、岸田大臣は A 国と B 国一体だと思いませんか。こう聞きました。誰もが一体だと答えると思うでしょうが、一体だと答えられないんです。なぜなら一体だと答えたら、その途端にこの法案は憲法違反の武力行使をやる法案だと自ら認めてしまうためであります。だから岸田大臣困ってしまって、この一問に答えるだけでも審議が3回も中断することになったんです。皆さん、日本の平和憲法の下で海外で武力行使できるはずがないんです。集団的自衛権が行使できるはずがないんです。でたらめなヘリクスを作ってごまかそうとしてもごまかすことはできない。このことに衆議院の100回の審議の中断、この数はっきりと示してるんではないでしょうか。野党議員に対してまともな説明をできないまま数の力で法案を強行する、これこそ政治の大敗の極みだと言わなければなりません。皆さん、こんな練習に負けるわけにはいかないじゃありませんか。頑張って頑張り抜いて周りの方に訴えていこうじゃございませんか。私たち日本共産党も皆さんの力を合わせて全力で頑張り抜く決意を申し上げまして、これまでの私の連帯のご挨拶をさせていただきます。皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。民主
主党の衆議院議員安倍智子さんもいらっしゃいます。ありがとうございます。衆議院では、国会内外で本当にこの間平野議員さんには頑張ってもらいました。次の戦いの舞台は参議院です。参議院の議員さんも来ていらっしゃいます。皆さん議会内外で共に連帯して今度こそ頑張って反野へ追い込んでいきましょう。ありがとうございます。国会議員の皆さんに共に頑張らない拍手をもう一度お願いします。共に頑張りましょう。ありがとうございました。続きましてもう一度国会に向けて講演を行っていきます。よろしくお願いします。みんな声が枯れていますが大きな声で頑張っていきましょう。戦争法案絶対反対。戦争法案絶対反対。戦争法案今すぐ廃案。戦争法案今すぐ廃案。強行採決断行中断。強行採決断行中断。強行採決決定中断。みんなの力で廃案廃案。みんなの力で廃案廃案。戦争する国絶対反対。戦争する国絶対反対。Oh!
この声がスピーカーがあるので聞こえると思います。
どうか桜田門の駅からこちらにお越しになっている皆さん、その近くの空いているところに入ってください。もう正門前の方はかなり混雑をしています。ご協力お願いします。それでは、続きまして主催3団体から、挨拶をお願いしたいと思います。戦争させない選委員会から福山慎吾さん、よろしくお願いします。ただいまご紹介をいただきました戦争させない選委員会の福山であります。前日の国会前への結集、本当にありがとうございます。皆さん方の怒りの声が私の胸にビンビンと響いてきます。安倍を絶対許すか、そういう決意で皆さん方集まってるんだろうと思います。ぜひ私も皆さん方のその熱い思いと決意を体全体に叩き込んで、頑張ってまいりたいと思います。先ほどから多くの方々がお話をされました。戦いは衆議院段階から参議院段階へと移ろうとしています。私たちはこの移ろうとしているこの段階において何を得てきたのか、次に何をしなければならないのか、そういったことについて明確にしていく必要があると思います。私たちはまず去年から今年にかけて戦争法案は廃案へ、安倍内閣は退陣へ、この一点で共闘をして連帯の輪を大きく広げて戦ってきました。そうでしょう皆さん方。私たちはこの戦いの中で何を得てきたのか、平和、民主主義、これは決して与えられるものではありません。私たちの戦いで、私たちが戦うことによってしか平和だ、民主主義だ、そういうことは確立しないのであります。だから私たちは戦ってきたわけですよね。あの安倍に任しとったら憲法はごちゃごちゃにされ、日本が戦争になる国、明らかでありました。だから私たちは戦ってきたわけであります。2点目に私たちが得たものは何なのか、この14、15、16、東京では2万を超える仲間たちがこの国会前に結集をしました。そして怒りの声を安倍に、自公政権に、自民党や公明党の輩にぶつけてきたと思います。そしてこの東京における戦いと連動して、あるいは東京における戦いを乗り越える形で北海道からまた沖縄まで戦いは確実に拡大をしていると思います。そのことについてもみんなで確認をしたいと思います。また我々だけではなくて、多くの方々が弁護士さんであるとか学生であるとか、さまざまな諸団体の方々、市民が全国で頑張っています。そのことについても確認をしたいと思います。それと野党が今日は民主党、共産党、社民党の方々が来てくれました。私の記憶の中で民主党、社民党、共産党、あるいは生活の党が一緒になって私たちの集会に来て、安倍を倒せ、戦争法案は廃案へ言った経験は初めてなんです。そういう意味で私たちの戦いは野党を大きく後押しをして、野党まだまだ自公と比べたら数は少ないですが、数の少なさを決意と行動力で補おうとしています。それは我々の後押しがあるからだと思うんですね。ぜひ支援をし続けたいと思います。さらに労働団体もそうでありますが、連合や全労連や全労協の皆さん方も頑張り出してきています。ぜひ頑張ってほしいと思います。いよいよ参議院段階の戦いに入ります。
参議院大会の戦いに何が必要なのか、我々は思い出すのは60年安保であります。60年安保では衆議院での強行採決の後、国会は30万の人たちによって包囲をされたといいます。ぜひ私たちも30万の力でもって国会を包囲する決意で頑張り合いをしたいと思います。全国からぜひ国会を目指して駆けつけてほしいと思います。そして国会に駆けつけられない場合は、全国の各地でその場所で安倍政権を打倒するんだ、戦争法案は絶対廃案に追い込むのだ、そういう戦いをぜひしてほしいと思います。参議院段階の戦いが今から勝負になります。我々の戦いは今から続きます。今から頑張れば参議院で確実に戦争法案は廃案に追い込めると思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、憲法共同センターの小田川さん、よろしくお願いします。毎日たくさんの方集まっていただきましてありがとうございます。憲法共同センターの小田川と言います。皆さん、私は昨日のあの衆議院本会議での強行採決から考えていることがあります。憲法違反だとはっきりしている法律を強行採決をする、その権限が今の国会にあるのでしょうか。今朝の産経新聞政治部長の記事で、最後は多数決で決めるのが民主主義、こう開き直りましたけれども、その主張の前に有権者の比率でわずか 17% の得票で290議席をかすめ取った、その議席で国民の命令書、憲法を書き換える法律を審議をし採択する正当性があるのか、このことを問うべきではないかと私は思いますが、皆さんいかがでしょうか。法案が参議院に置けられたことで、一部のマスコミには60日ルールで戦争法の成立は確実だ、こんな報道をしているところがあります。しかし皆さん、予算案とは異なって、この戦争法という法律、日にちが過ぎれば自然成立するわけではありません。参議院の審議と行使、法案の違憲性や日米軍事同盟による力の抑止力に偏重して、アメリカの地理馬に乗っている、そんな安倍政権が外交努力はしていない、努力をしないばかりか、歴史修正主義の立場で近隣諸国との関係を悪化させ続けている、こういった安倍政権の危険性、異常さなどを徹底して明らかにして、皆さんとご一緒に取り組み、参議院で戦争法案を撤回をさせる、そのことを目標に総がかり総結集で戦いを強めていこうではありませんか。60日ルールを政府自民党公明党が使おうとする、そのことも想定をし、地元から自民党公明党の衆議院議員への個別要請、説得の強化もぜひ呼びかけたいと思います。昨日の衆議院の採決では、自民党から2人の欠席者が出ています。自民党公明党次世代の議席数は327、衆議院の3分の2は317、11人が反対に回れば再議決することは困難です。欠席ではなくて反対票を投ずるよう地元から説得をし続けようではありませんか。その可能性ゼロではないと思います。戦争法反対の世論と声をもっと大きくして、麻生大臣はメールもファックスもあまり届いていないと言いましたけれども、もっとじゃあ届けて、麻生さんに抗議文も出して、みんなの、ごめんなさい、自民党や公明党の議員に抗議文を集中をする、そして山崎拓さんら自民党 OB 議員が主張するように、
国会を解散をして国民に戦争法案の信を問え、この立場の人々の声も含めて安倍政権退陣を迫る動き、保守層にも広げるためにもっと知恵と力、ご一緒に合わせていこうではありませんか。強行採決で追い詰められているのは安倍政権、国民の怒りに火に油を注いだ通常国会の会期延長は1回だけしかできません。9月27日まで参議院が採決できない、衆議院でも再採決は困難、こういう状況に私たちの運動と世論で追い込んでいけば戦争法案の廃案、安倍政権を退陣に追い込むことは可能です。運動の時間を与えたこのことに安倍首相がこれは失敗だったと思わせるような戦い、この3日間で私たち力を合わせ合いました。もう一回りも二回りも三回りも大きくして安倍政権の退陣を迫り、戦争法廃案撤回を迫る世論、日本全国を騒然とする状況、ご一緒に作り出していきましょう。私どもそのために全力を尽くします。頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして解釈で憲法9条を壊すな実行委員会の高田健さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。昨年の12月15日この法掛かり行動実行委員会を作った時を思い出しています。私たちのこの世界の反戦運動は平和運動は様々な歴史的な経過、様々な事情があって、なかなかこうした安倍政権の暴挙が近いことがはっきりしているのに共同してやれないという時代が続きました。しかし昨年の12月15日それら大きな3つのネットワークが今までの行きがかりや立場の違いを超えてこの戦争法案を絶対に廃案にする、そうした決意を持って大きく団結をしました。私はこの団結に踏み切ってくれた様々な人々に心から敬意を表したいと思います。いろんな言いたいこともあると思います。いろんな自分の意見もあると思います。しかし何はさておいて安倍の戦争法制を阻止するために我々は結束するという決意を示してくれた、大変大きなことだったと思います。それらの3つのネットワークに属していない多くの個人の皆さんが一緒にやりやすくなったんです。そのことを通じてたった3つのネットワークの団結ではなくて我々の同じ志を持ったこの国を戦後70年で終わらせてはならない、戦後は80年も100年も続けたい、そうした気持ちを持った全ての個人がこの大きな流れに結集してきました。私は昨日も言いました、比較的年を取って長い間運動を見てきた私としてはこの運動は画期的な運動だと思います。みんな谷垣貞一が昨日言ったこととは反対に手弁当で自分の時間を使ってそして参加をしてきている運動が今大きく作られてきています。私は素晴らしいことだと思います。そしてこの協力の輪が全国に広がっている。今インターネットというのは一番便利ですね。私たちが今ここで叫んでいることが全国に瞬時に伝わっていく、全国の志を同じくすべき人々と気持ちを一つにしてこの安倍内閣に対して戦うことができている、昨日の事態、私たちは悔しいことは悔しい、しかし多くの人が心配していることに対して私は今言いたい、この半年余り戦ってきた総掛かり行動実行委員会を含め多くの人々のこの運動の高まりが安倍内閣を本当に追い詰めたんだ。本当だったら
別に安倍晋三の立場に立つことはありませんが、彼の立場に立ってやったらもう少し上手いやり方だってあったはずだ。やれないんだ。それが一日一日と一日を過ぎるごとに安倍内閣の支持が下がっていく。安倍晋三が説明をしたと言えば言うほどわからない、説明になっていない、この法律は危ないという声が広がっている。安倍晋三は理解を得ていないなどと言った。国民の理解を得てないなどということを言った。そうじゃないんです。多くの人たちが理解したんですよ。日を追うごとに理解をどんどん深めたんですよ。馬鹿にするんじゃない。お前らがでたらめを言う、そのことがいかにでたらめでひどいか、彼らが発言をすればするほど怒りが大きくなって世論が変わったんだ。これを理解をしてないだろうと言うな。我々は理解をしている。理解をしているからここに来ている。ここに来て私たちは結束をして安倍晋三に文句を言っている。安倍晋三は逃げるな。強行採決で彼は逃げようとしている。先ほどから再三国会議員の皆さんが言った、私たちの戦いは昨日で終わりではない、これからだ、これからもっともっとこの流れを大きくしようではありませんか。もっともっと大きくして、安倍晋三が昨日無駄間にも国立競技場の見直しをやらざるを得なかったように、本当に無駄間だと思います。先ほども言いましたけど、国立競技場は今更地になってしまったんですよ。更地してから見直しをするなどと本当に無駄間なことを言う。ならば誰かも言っていましたが、この戦争法案も見直しにする状態に私たちは追い込もうではないですか。安倍晋三はガラスの心臓だ。安倍晋三はガラスの心臓だ。我々が本当に追い詰めていったら、この政権を打ち倒す、この政策を変えさせることは不可能ではないと思うんですよ皆さん。強行採決があった翌日、これだけの人が集まってる、すごい力ですよ。この力を持ってこれから7月、8月、9月全力を挙げてお互いに頑張ろうじゃないですか。理解をしてないなどと馬鹿にされない。みんな自立してるんじゃなくて、お金をもらってきてるとかテレビ局と慣れ合いで我々の行動をテレビ局に頼んで映してもらってるとか、辻岡正勝も昨日こんなことを言ってる。安倍晋三とか、あるいは谷垣忠和とか辻岡正和とか、こんな連中に目に物を見せてやる。我々は絶対この法案を廃案まで戦い抜く。今日が新しい出発だということをお互いに確認をしたいと思います。皆さん頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。ありがとうございました。皆さん頑張りましょう。ここで連帯挨拶をお願いしたいと思います。東京弁護士会の井伊和彦さんお願いします。東京弁護士会の憲法問題対策センターの委員長代行をしてます井伊と申します。皆さん、憲法の前文、前文には政府の抗議によって二度と戦争の惨禍が起こらないよう、ここに主権が国民に損することを宣言するとあります。政府に戦争をさせないために私たち国民に主権があるんです。私たち国民は主権者として戦争をしてはならないということを政府に要求する権利があるんです。今回の法案を説明する中で安倍総理はいろんな質問に対して最後に答えたことは、最後は全て政府が総合的に判断すると言いました。政府が総合的に判断して何でもできるんだったら法律の負債にならない話じゃないです。
何の制限にもなってない。憲法9条は政府にそういうことをさせないために、政府を拘束するために置かれた規定なんです。それを政府が勝手に解釈して好き勝手やってどうするんですか。私たちは主権者である国民として断じて戦争を起こすような法律を作らせてはならないんです。私たちはどこまでもこの法律と戦っていかなきゃならないんです。戦いの場はこの国会の前だけではありません。日本全国で市民の方々が立ち上がっています。私たち弁護士会の仲間も全国で今立ち上がっています。全国の弁護士会が憲法違反であるという宣言を発し、市民団体とともに集会を行っています。全国津々浦々からこの声をこの国会に届けることが大事だと思います。今週私ども東京弁護士会では今存命中の24名の元会長が連名でこの法案に反対する声明を発表しました。その中で今年93歳になる元会長がいらっしゃって、わざわざいらっしゃって、自分は法律の勉強している最中に学徒動員で徴兵されたと、自分が入った部隊の半分はフィリピンに送られてみんな死んでしまったと、その中で生き残った自分が戦後法律を勉強して弁護士になって日本国憲法を勉強してきたと、この平和を何があっても守らなきゃならない、その切羽詰まった思いで93歳の元会長までは来てくださいました。いやいや、私たちが今なんで黙ってられましょうか。私たち弁護士は法律家としてこんな憲法違反の法律を断じて認めることはできません。皆さんと一緒に全国で私たち弁護士は連帯して戦っていくことをお誓いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、元グリーンピース事務局長、作家でもあります、今屋久島に在住の押川純さん、よろしくお願いします。はい、こんにちは。じゃあもうこんばんはですね。ご無沙汰してる人もいるし、新しい人も、普段は遠くにいるもんですから、気持ちはいつも皆さんと一緒なんですけど、なかなか来れなくて、今日は用事で、来れました。嬉しいです。で、3つだけ、そもそものちょっ と距離を置いてると本質が見えるということもあってですね、まず、僕が今大事だと思うのは、9条も大事だけど97条です。違憲の法案は全部無効だと。だから僕ら全然従う必要もない、認めなくていいんですよ。違憲97条、今僕らまだ現行憲法のもとに生きてますから、それを守っていきましょう。それから、この戦争法案ね、80時間だ、100時間だと言って、これで十分だと言ってますけど、11本の法案でしょ、法律でできてるんでしょ。だったら800時間、1000時間、国会を5つも10も続けて、それでまだ足りないかもしれない。それを1つの100時間で十分なんていうことは全くありません。だからこれも認める必要はない。それから今日久しぶりに来てみて、なんか改めて思ったんです。警察の皆さん、よく聞いてくださいよ。市民、国民、人々がこうやって集まって国の行方について意思を表明することは民主社会の最も大事な財産なんですよ。それをもっと奨励しこそして、何か禁止したりですね、邪魔したりするようなものは民主社会ではない、全くね、幼稚な独裁社会のあなたたちは公僕になっている。公僕っていうのは本当は我々の召使いでなきゃいけない。本当はね、日本にも何十万人もが一緒に集まって、市民、国民、人々の意思を表明できる場所が必要なんですよ。ここだってね、交通を止めて何十万人も集めるようにしたらいいんですよ。
この夏の間に必ずそうしようじゃありませんか。これはね、やっぱり市民社会を、市民革命を経験してない社会の弱さなんですよね。これなんか遠慮してるの上に。そうじゃない、大体僕らを舐めてるんだったら、主権者を舐めてるんだったら、市民社会、市民の市民革命をやってやろうじゃないですか。この夏は、ただし絶対に非暴力でやりましょうね。はい、頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして、シールズの諏訪原さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは、シールズの諏訪原と申します。今日もこういった形で、私たちの尊敬する先輩方と、そして全国各地から集まった皆さんと共に声を上げられることを大変嬉しく思います。天気が心配されましたけれども、しっかり晴れましたね。僕はこの今回の台風が安倍政権にとっての神風になるんじゃないかとちょっと心配をしていたんですけれども、どうやら天気は私たちの味方なのです。私たちがこうやって声を上げているのを平穏だと言ってのけました。これだけ多くの人が毎晩こうやって声を上げているのにです。本来国民の声に耳を傾けるべき国会議員がこのような発言をすることは決して許されないと思います。声を上げていたって聞くことができないんですから、国民の声なき声なんかに耳を傾けられるはずがないんです。そんな人たちにいつまでも政権を任せていてはいけません。また一部報道では、首相周辺の人々は明日からの休みで私たちがこの法案のこと、強行採決のことを忘れると思っているようですが、忘れるはずがないんです。日本国憲法はとても悲惨な歴史の上に、そしてその反省の上に、また多くの犠牲の上に成り立っているんです。それを苦労することは決して許されません。そして人々の命を軽視する、平和の尊さを軽視する、そんな法案絶対に許してはいけません。皆さん最後まで力を合わせて共に声を上げ、そして明るい未来を作っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。最後にコールを上げて行動提供して終わっていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ大きな声を上げていきましょう。今すぐ廃案、強行採決、検討中断。
ここにずっといる言葉を